里帰り出産しないと言ってた琴音が予定日3週間前になって、特に理由もなく突然やっぱり里帰りすると言い出した。実家の2階は2部屋あって、1階は空き部屋あるのに、私たち夫婦が使ってる寝室を使うから、テレビとベビーベッドを置いててと言い出した。それは無理と断ると。そこ私の部屋なんだけど、私その部屋貸すなんて言ってないよ。と言い出した。その部屋は昔琴音の部屋だったらしいけど、私が旦那と知り合った頃はもう2階は全部空き部屋だった。そしたら琴音が、1、2ヶ月なんだし我慢してあげてくれない?と言い出した。私たち夫婦と子供で1、2ヶ月一部屋で暮らせと。ここに来て旦那に初めて相談したら旦那ブチギレて。すべて断る。ふざけるな。ここはお前の家じゃない。と琴音に言うと、琴音は私に、なんでお兄にチクった?と LINE 来たのでそれも旦那に見せた。琴音も旦那に、1、2ヶ月なんだし。と言うと、わかった。俺たちはここから出ていくから好きに使え。と次の日にマジでアパート借り契約してきた。前に住んでたアパートだから大家からも信用があったのか。急いでると言ったら、来週には入れる手続きすると言ってくれ。本当に一週間後には引っ越した。旦那は普段は無口だけど理論的で怒ると面倒だから初めは黙っててあげたのに。ああ怒らせた。旦那が2世帯住宅を建てる予定だったけどそれも白紙になって止め焦りまくり。そんなこんなで今こんな時間まで段ボール解いてますよ。2世帯同居の話聞いてよかったね。そのまんま旦那についていきなよ。なんで兄にチクったって。夫婦の寝室開け渡すのにどうやって旦那に言わないでおけると思うんだろう。結婚して家出て、兄が奥さんと実家に住んでる時点でもう、琴音は家のことについて何も口出す権利はないよね。ピーナッツ親子で老後まで仲良くどうぞって感じ。なんで他の部屋もあるのに琴音は琴音にそこ使えと言えずに、同居してくれてる息子家族に一部屋で我慢しろと言うんだろう。この親にしてこの子ありというか、別居できてよかったね。寝室明け渡さずともその琴音琴音だったら、里帰り中に絶対色々やらかしてくれそうだから。結婚して兄家族が住んでるのにもかかわらず、いつまでも私の部屋呼ばわりするなら、親がいなくなった後の家の整理とか全部やれよな。というかほとぼり冷めてまた2世帯建てる話になっても断固拒否した方がいいよ。同居してくれてる息子家族の生活より、自己中琴音の機嫌取り優先するような琴音の面倒なんて見なくていい。都合いい時だけ自分の家扱いするクソ琴音に、自分がいかに常識外れでまずいことをしたのか思い知らせてやった方がいい。早いとこマイホーム買った方がいいよ。一致です。確かにあのまま琴音が里帰りしてたらわがまま放題だったろうな。琴音は義実家の一番近くの産院から転院を断られたらしく、義母が私に、どっか3週間前でも受け入れてくれる産院を探して、と言ってきたから、ある産院を提案したら琴音は、遠いだの、病院が古いだの個室が少ないだと文句ばっかり。田舎だから産院なんてそんなにないから襟好みしてらんないのに。ちなみにまだ産院は決まってないけど、里帰りすると言い張ってる。旦那は気難しいとこあるから、琴音も琴音も私から旦那に、この部屋琴音ちゃんに使ってもらおうよ。もともと琴音ちゃんの部屋だったんだし、と提案してこっちから譲り渡したストーリーを作りたかったみたいだけど、私が旦那に、琴音が寝室開けろ開けろと言ってくる、とありのままを話して怒ったから、チクったと言ってるんだと思う。なんでもっと上手に言えないの、と謎の逆ギレもされたのもチクった。1階の空き部屋は扉が襖なのが嫌なんだって。トイレとか行きやすくて日当たり良くていい部屋なのに。産後、赤ちゃん抱えて階段上り下り大変だよと言っても、食事とかポットとか飲み物とか、必要なものは運んでもらうから大丈夫。だと、足腰悪い琴音に運ばせる気か。2世帯は完全になくなった。頑固者の旦那は本当に言い出すと絶対だから。普段はあんまり口出ししないけど、口出しするときはもう決定事項としてでしか言ってこないし、琴音たちも旦那の性格はわかってる。吐き出して超スッキリしました。ありがとう。さて、明日までに段ボール解くぞ。足腰悪くて人使い荒い琴音との同居ぶっ潰してくれるなんて。人格とか抜きにして、あなたと琴音の相性多分いいんだろうね。これからもやらかし続けてくれると思うよ。いい旦那だな。最後までご視聴ありがとうございました。
皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。